原作本のコゼットのイラスト、レミゼラブルは、ビクトル・ユゴーの同名小説を原作としたミュージカルである。このコーデは、1980年に上演された、同名ミュージカルを改訂する形で、1985年10月28日、ロンドンで初演されたミュージカルを指す。日曜舞で、レミゼ、と略されることがある。プロローグ、大一幕、 第二幕の三幕構成で、休憩は、第一幕、第二幕の間に一回。上演時間は、プロローグ、第一幕合わせて、約90分、第二幕約75分。2007年公演による、演出の改定などが加わることで、上演時間は多少前後する。1980年、アラン・ブーブリル。 クロード・ミシェル・シェーン・ベルクラによって、当作品の前身となるミュージカル、レ・ミゼラブルが制作され、パリで上演された。1981年、この作品のレコーディングアルバムを聴いた世界的、演劇プロデューサー、キャメロン・マッキントッシュが目をつけ、RSC の芸術監督でもある演出家、トレバーナンに、イギリスでの上演の話を持ちかける。これに対してナンは、 ジョン・ケアードとの共同演出、さらには RSC との共同制作をマッキントッシュに提案。1982年、商業演劇のプロデューサーと王立劇団が提携する形で、ロンドン版の制作が開始された。時同じくして、リノ・バンチュラ主演、ロベール・オッセン監督により、長編大作映画として映画化され、テーマ曲として、オリジナルキャスト版が、楽曲使用され、 別途発売されたサントラ版にも挿入され映画の成功により知られることになる。1980年パリ公演の舞台はレ、レミゼラブルをよく知る、フランス人に向けて作られたミュージカルであった。そのため、ストーリーのうちでも重要な箇所、例えば主人公、ジャンバルジャンが、モントル・イーシュルメールの市長になる、以前の銀の食材の下り、などが省略されることがあった。 しかし、ほとんどのイギリス人にとっては題名を正しく、発音するのもおぼつかないという状況にあって、ロンドン版ではレ、レミゼラブルという物語そのものを伝えることに、重きが置かれ、1980年パリ公演の改訂版としてのレ、レミゼラブルを作り上げていくこととなる。オリジナル版を制作した、アランブ・ブーブリル、クロード・ミッシェル・シェーンベルク、さらには作詞家、 ハーバート・クレッツマーも、クリエイティブスタッフに加わり、1985年10月28日、バービカンセンターにおいて、ロンドン版レ、レミゼラブルが幕を開けた。ロンドン公演は開幕するや、いなや、たちまち大人気となり、その後パレス劇場、クイーンズ劇場と場を移して、現在もロングラン公演中である。1987年より、 海外に進出し、アルゼンチン、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、バミューダ諸島、ブラジル、カナダ、中国、チェコ、デンマーク、ドミニカ共和国、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、アイスランド、日本、ラトビア、マルタ、モーリシャス、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、セルビア、 シンガポール、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、アメリカなど、世界各国に広がりを見せ、人気を博している。各地で様々な言語に翻訳されているが、中国などのように海外のプロダクションが出向いて、英語のまま上演を行う場合もある。ブロードウェイ・ブロードウェイ初演は1987年3月12日に、開幕。 2003年3月18日まで16年間続く大ロングランヒットとなり、ブロードウェイでの歴代ロングラン公演記録第3位という記録を打ち立てた。そして、初演の閉幕からわずか3年後の2006年11月9日には、ブロードハースト劇場にてリバイバル公演が開幕。当初は6ヶ月間だけの期間限定公演だったが、 2006年12月19日には、労働祭までの公演延長を発表。その後も、公演期間は延長され続ける。この再演では、ミス・サイゴンでの主役キムを演じ、本作品でも、エポニーヌ役で出演、ロンドンでの10周年記念コンサートにも、出演するなどして絶賛され、根強い人気を誇るフィリピン系女優、レア・サロンガが、ファンティーヌ役となって、 再び出演することが話題をさらった。コゼット役、アリー・イワールト、マリウス役アダン・ジェイコブスなど、サロンガを含め3人のフィリピン系俳優が、出演していた2007年9月27日の、公行を、訪米中であった、フィリピンのグロリア・ロイオ大統領も感激したという。2008年1月6日、上演期間約14ヶ月。 上演回数496回をもって閉幕した。これにより、ブロードウェイでのレ、レミゼラブルの総上演回数は7176回となる。1995年10月8日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにおいて、本作品初演10周年を記念した、コンサート、レミゼラブル・ザ・ドリーム・キャスト・イン・コンセールが催された。主役からアンサンブルまで、 英語圏を中心に世界中から選ばれたキャストが一堂に会し、世界中のレミゼラブルプロダクションから200人のコーラス隊が参加した。コンサートのグランドフィナーレには世界各国のジャンバルジャン役者17人が登場、劇中歌、民衆の歌をそれぞれの国語で歌い次ぎ、同じく劇中歌、ワン。 デーモアのバルジャンパートを清唱するパフォーマンスによって10周年を祝った。2010年10月3日に25周年を記念したコンサートレミゼラブル・イン・コンセールザ・25ス・アニバーサリーがロンドンの O2 アリーナで開催された。1987年6月11日、東方により帝国劇場で初演。イギリス、アメリカに次いで世界で3番目。 同作品発の非英語圏での上演となった。その後断続的に公演は行われており、東京以外にも名古屋、大阪、仙台、札幌、福岡と上演都市が広がっている。2013年公演より新演出版にて上演が行われ、この公演の出演者、スタッフ一同で第39回菊田和夫演劇賞大賞を受賞。プリンシパルキャストのみ。 名前ふとじは初演キャスト。括弧内ない歴は、出演期間。西歴ふとじは2019年公演出演者。は、スペシャルキャスト公演による、限定出演。2005年、上演2000回達成スペシャルパフォーマンス。2007年、日本初演20周年記念スペシャルキャスト。2011年、定劇会場100周年、記念スペシャルキャスト外国人のキャストや、 主題歌担当も含む。2000年のシドニーオリンピックの開会式では、フランス選手団の入場更新時に、これらの曲がメドレーで演奏された。ありがとうございます。